定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から県立アリーナに関するお知らせについて、報告がございます。はい、いつも大変お世話になっております。今日は時間を11時にしていただきましてありがとうございます。私からですね、来春開設予定の加賀県立アリーナ荒吹アリーナ加賀に関するお知らせをしたいと思います。お手元にこの加賀県立アリーナに関するお知らせというこれに基づきながらお話をさせていただきます。先日議会でもお話しいたしました通り、来年のですね2月24日月曜日祝日でありますけれども、開館の記念、開館をしたいと思います。ここで開館記念式典を催したいというふうに思います。県議会をはじめ関係団体、またできるだけ多くの県民の方にもご案内をして、著名人もお招きした催しを含む開館記念式典の開催を予定をしております。そして一枚めくっていただきまして、開館の後ですね、3月15日16日の土曜日日曜日には加賀県の主催で大人、子どもから大人まで幅広く楽し世代が楽しめるイベントを開催したいと思います。瀬戸内国際芸術祭などでもご縁があるデザイナーの越野純子氏に、プロデュースを依頼を現在しております。越野純子氏は全国でいろいろなイベントのプロデュースをこれまでも手掛けておりですね、非常にユニークな稀な企画が実施されるというふうに期待をしているところでございます。ぜひたくさんの県民の方にお越しいただいて、このアリーナを体感していただける機会になればというふうに思います。それから続きまして、香川県主催で4月の29日火曜日、ゴールデンウィークの一日でございますけれども、スポーツレクリエーションイベントを計画をしております。これも県民の皆様が気楽に、この障害スポーツに参加できる、このアリーナで参加できる、そういうイベントでございます。こちらについてもぜひたくさんの方にご来館をいただきまして、楽しんでいただき、合わせてこのアリーナ、そしてこの周辺の瀬戸内海の景色も楽しんでいただければというふうに思います。そしてその加賀県主催のものと合わせて、指定管理者さんで誘致を進めていただいているものの中でですね、特にこのマイス、そしてスポーツの興行イベント、そしてコンサート、こういったものについてですね、開館を記念して大規模でこのアリーナ自身、そしてそれを含めて香川県の発信につながっていくようなものを誘致を指定管理者さんにお願いをしているところでございますけれども、今般ですね、3月30日の日曜日にライジンの総合格闘技ライジンのイベントがですね、内定をいたしまして、昨日運営者の団体の方と、指定管理者さんとの調印式が埼玉スーパーアリーナで行われましたので、私も立ち会いをしてきたところであります。このライジンの総合格闘技のイベントは若い方を中心に全国で注目をされているイベントでありまして、特にこのナンバーシリーズと言われるものは、ライジンのイベントの中でもビッグイベントでありまして、こういった大会を中国四国で開催するのは、初めてであるというふうに伺っております。ほとんどの大会が、首都圏の開催、になっておりまして、この中国四国では初めてということでございます。全国から、そしてまた世界からも訪れる
大きな大会でということでありますので、香川県、そして、このアリーナを全国そして世界に、まあ、発信できる、一つの機会になると思って、おります。そしてですね、マイスの方ですけれども、これにつきましては令和7年度のまだ時期は確定ができてないんですけれども、工業者の方と東京ガールズコレクションをですね開催するということで、今話を進めているところでございます。具体的な日程については決定次第お知らせしたいと思います。この東京ガールズコレクションは全国で開催された実績がございまして、まあ、単なるファッションショーということではなくてですね、いろんな著名人の方もおいでですし、この香川県や四国の魅力やこの産業を全国に向けて、まあ、発信できるいろいろな趣向を凝らしたイベントが全体シリーズになった、そういうイベントでございます。県内の若い世代の方を中心に、まあ、自分たちのこの香川県のエリアの魅力の再発見 にもつながりますし、この全国に向けての発信にも大きな効果があるのではないかなというふうに考えております。そして3つ目の音楽のコンサート音楽イベントの開催でございますけれども、こちらについてはですね、こう中四国最大規模の1万人を収容できるこのメインアリーナを活用して、全国の方にも見ていただけるようなですね、そういうアーティストが開催できるように、まあ、指定管理者さんの方で今調整中でございます。もう少しお待ちをいただければと思います。開催決定次第順次お知らせをしたいと思いますので、こちらについてはもう少しお待ちをいただければと思います。そしてですね、順番が前後関係が反対になりますけれども、開館は来年の2月24日でございますけれども、今年の10月27日にプレオープニングイベントをの第2弾、まあ、第1弾先日アリーナの前で子どもたちに来ていただいて、ボードにいろいろな思いを書いていただくようなイベントを行いましたけれども、まあ、第2弾を10月27日、そして年明け来年の1月25日土曜日には第3弾を予定をしております。イベントの内容については今検討しておりますので、まとまり次第順次お知らせご案内をさせていただきたいというふうに思います。今日は決まったものについてお知らせをさせていただきましたけれども、大変いろんな方からこのアリーナに対しての期待の声を多く聞くようになりました。まあ、建設についても順調に進んでおります。今後ともこのまず建設を順調に進め、また周辺の整備についてもご理解を得ながら進めてまいりたいと思います。2月24日に向けてですね、しっかりと準備をし、また今日お知らせしたもの以外も決定次第次々と順次お知らせしていきたいというふうに思いますので、まあ、ぜひ、またご発信をお願いできればと思います。私からは以上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、引き続きまして、幹事社からのご質問をお願いします。共同通信の広川です。幹事社から1点質問させていただきます。先週の26日金曜日に県政知事トークが行われ、若い世代との意見交換を行ったかと思います。若い人の声を直接聞いた感想と今後の県政に生かしていきたい視点や意見はあったのか、またそれはどういったものだったのかを教えていただきたいです。はい、ありがとうございました。先週26日にワンステップトゥギャザー県政知事トーク、これまでもいろいろな分野の方と私自身が
その直接意見交換をして、それぞれのところで活動しておられる方の日頃のこの活動に関しての課題ですとか、県への要請ですとか、また県政全般へのご意見を私が直接お話しする中でですね、聞かせていただくというようなことを目的に開いております。で、先週の26日は今おっしゃられましたように、ボーイスカウト、ガールスカウト、それからスポーツ少年の支援をしている方々、そういった方々からですね、代表の方々から意見をお伺いをさせてもらったところでございます。まず全体の感想ですけれども、世代を超えてですね、コミュニケーションを活発にすることを目的に、それぞれの団体の方々が活動をしていることにつきまして、大変心強く思いましたし、将来にわたってもですね、ぜひこのリーダーとしてですね、初心を忘れずに活躍をしていただきたいなというふうに感じたところでございます。そして県政に対しての視点やご意見についてでございますけれども、まずそれぞれの活動をする中でのご意見としてですね、ボーイスカウト等の活動についてもっと多くの方に知っていただきたい、そしてそのためにもですね、それぞれの団体の活動にとどまらず、それぞれこうたくさんいろんな団体ありますけれども、その団体間の交流を活発にすること、こういったことを通じて活動の広がりをですね、作りたい、ぜひそういったものについての支援をしていただきたいというような、そういうお話がございました。それから県政全般に対してのご意見もお伺いしたところでございますけれども、特にまだ車にマイカーに乗って移動しない世代の方々ですので、最近のこのバスの減便について非常に残念に思っていますか、もう少しバスがあったら移動がもっと楽なのにっていう、そういう声がございました。また学生の方がばかりですので、その移動の経費ですね、交通費もやはりかなり移動する上での制約になっているので、そういったところをもう少し応援していただけたら、もっともっと移動ができるのになという、そういうお声がございました。それからスポーツをする子どもたちを応援する団体の方から、県内にももう少し気楽にですね、公園の中のバスケットのゴールのようなことをおっしゃってましたけれども、そういうものがもっとあればですね、このスポーツをする子どもたちの裾野が広がるんだけれど、もしそういうことをもっと整備してもらえないかというような、こういうお話がございました。今申し上げました活動に際して、また県政全般に対しての意見についてはですね、非常に子ども学生さんならではのですね、視点でのご意見、またそういった活動をされている中でですね、感じるご意見で、私としてもその意見については共感をさせてもらいましたし、この今後ですね、ぜひ実現ができるようにですね、取り組んでまいりたいというふうに考えております。来月にはですね、県内の高校生による知事記者会見という実施も予定をしております。ぜひこの学生の方が生活する上
って、持っている課題、また将来の香川県に対するご意見と、しっかりまたこういう機会を通じてですね、私自身また把握していきたいと思います。はい、すいません長くなりましたが、お答え以上でございます。では関連その他のご質問がありましたらお願いします。どうぞ。失礼します。 RSK の米沢と申します。お世話になります。いろいろと、開館記念式典はじめ、県立アリーナのイベントなど、今回新たに決まったものを発表いただいて、だいぶ具体的になってきたのかなと思うんですけど、例えば1万人やっぱりお越しになるとなると、でやっぱ県外からも来てほしいとなると、もし自分が行くならですけど、車で例えば岡山からだったら瀬戸大橋渡って、どっかで昼うどん食べて、で夕方のイベントにとか思うと絶対車なんですよね。でおそらく県外からそうやって車で来られる方っていうのも当然想定はされるんですけど、これまで、なるべくマイカーは利用せずにというふうにおっしゃっておられると思うんですけど、改めて例えばじゃあイベント終わったら例えば10時近くなった時に、来たはいいけど帰れるのかとか、いろんなこともあると思うんですが、そのあたりというのはどうしていこうというようなお考えはありますか。はい、まずやはりぜひ、公共交通機関でご利用いただきご利用いただきたいということをですね、引き続きお願いしたいと思います。この場所は JR 高松駅のそば、ということがございますので、ぜひこの JR を使ってのご来館をお願いをしたいというふうに思っております。そして車の方ということもおいでですけれども、ぜひ少し離れますけれども、周辺のですね、駐車場を利用して、徒歩なり琴殿でのご来館をお願いできればというふうに考えております。これからもご協力、そういった方向でですね、ご来館いただけるように、お願いをしていきたいと思います。今周辺でどれぐらいの数車止められるかっていうのはちょっと別の課に聞いた方がよろしいですよね、おそらく。あ、そうですね、ちょっと数字今持ってませんので、またはい、で改めてですけど、こうやっていろいろと決まっていることについての知事 の所見も聞かせていただけますか。はい、いよいよ、開館が近づいてきたこと、そしてその外観がですね、建物の外観が、ほぼ、完成時の外観に近づいているということで、私自身も非常にこう開館待ち遠しくなってきておりますし、県民の皆様からもですね、そういう開館への期待、そして開館された時に何が行われるかっていうことに対する、期待が大きくなってきておることを感じます。そういう中でですね、今回いくつか決まってきたことをお知らせさせていただきましたけれども、さらにですね、今日まだ お知らせできなかった、音楽コンサートなど、できるだけ早くですねお知らせできるようにしていきたいなということを感じております。ありがとうございます。他にございませんか。ではすみません、どうぞ。 KSB 瀬戸内海放送の村主です。今回決まった、ライジンのイベントと東京ガールズコレクションのイベント2つあると思うんですけど、ライジンの方はお話にあったように、国内はもちろん海外含め発信力があって、香川県という地域とアリーナ自体を発信できるという、こう狙いがあるのかなと思うんですけど、東京ガールズコレクションの方で東京の最先端をこう地方で体験経験できるというのは理解できるんですけど、香川県の魅力や産業を全国に向けた発信というところについて少し説明をいただければなと思うんですけど。
はい、この東京ガールズコレクションはこれまでもいろんなところで、開催実績がございますけれども、この地元のですね、ここにあるような魅力とかね、産業についてもちょっといろいろな工夫をしながらですね、イベントとしてプレゼンテーションを行うようなそういう時間帯もですね、設けられております。まあ、今回どういうふうにするかまだこれからですけれども、ぜひ香川県の その、まあ、観光地である食でありますとか産業、こういったものをですね、非常に、ファッションというものを通じながら、また、まあ、少しその、周辺の、やり方ででもですね、いろいろ時間を設けて発信していきたいと思います。ありがとうございます。はい、朝日新聞の山田と申します。県立アリーナの関連で公共交通機関に関するお考えを伺います。その先ほどお話もあった県政知事トークの中ででもですね、まあ、観光客とその地元の利用者がまあ混在する中で、まあ、バスが非常に混み合うですとかいうお話もありました。でその中でこういうやっぱ大きなイベント、県外海外からも集まるイベントがあると、まあ、既存の公共交通機関のままだとやはり混雑も懸念されるとは思うんですけれども、例えば県がその増便に対しての補助を出すですとか、まあ、なんて言うんでしょうね、具体的なその混雑緩和策とか現時点でお考えのことあればお聞かせください。あ、はい、一万人の方が、まあ、お見えになるようなイベントもですね、開館後はこの記念イベントにとどまらずあると思います。で、まあ、そういう中でですね、やはり軸になるのが JR の路線であったり、それから琴電であったり、すると思いますので、まあ、時間帯やいろんな、状況、来客の層だとかいろんなことがありますけれども、まあ、必要な増便があるような場合はですね、県の方からJR さん、また琴電さんに、まあ、お願いをしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。先ほど RSK さんの質問の中にもちょっとあったと思うんですが、まず現時点でのその知事の、お考え見立てとしてですね、現状の交通公共交通機関の枠組みのままでこの1万人規模のイベントの開催ですとかが行われた場合にその輸送能力としては事足りるとお考えなのか、それとも今私が聞いたようにそのちょっと増便するとかですね、何かしらの手立てが必要なのか、ここの今現状認識というか課題感としてはどういうふうにお考えなんでしょうか。まあ、イベントにもよりますけれども、まあ、十分今の公共交通機関で、まあ、輸送は可能だと思います。ただやはり利便性考えるとですね、JR や琴電の増便、こういったものはですね、考えないといけないのではない、そういうイベントもあるのではないかなというふうに考えております。わかりました、ありがとうございます。ごめんなさい、もう一点ちょっと先取りにはなってしまうんですが、今日の午後英明高校が来られる高校野球の関係ですね、決勝ちょっと見られたことかは分からないんですけれども、その英明高校へのメッセージというか応援の言葉等々ありましたらお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、私も直接見れなかったんですけれども、非常に気になってたので移動中でスマホで高校野球この見れますので、断片的にずっと見てました。まあ、非常に決勝戦は逆転逆転の連続でですね、まあ、接戦で好試合だったと思います。その中で、勝ち上がられて、またこの炎天下体力をですね維持して勝ち上がった英明高校の皆さんに、改めて、お祝いを申し上げますし、敬意を表したいと思います。そして全国大会でですね、
甲子園でこの県大会での、まあ、この接戦を勝ち上がった実績をしっかり自信を持っていただいてですね、まあ、ぜひ甲子園で優勝を目指して上を目指して頑張ってほしいなという気持ちでいっぱいです。わかりました、ありがとうございます。他に質問はございませんか。すみません、西日本放送の森高です、よろしくお願いします。すみません、県立アリーナの件なんですが、まあ、開館記念イベントと銘打つイベントがこういろいろありますが、今現時点でスポーツではこのライジン、マイスだと東京ガールズコレクションなどありますが、これ例えば、マイスでも他にイベントがもし今後決まっていく場合、これ開館記念イベントっていうのはどこまでの範囲がこういわゆるこのタイトルチェックつくんでしょうか。まあ、あまり明確に何月まではそうするとか、まあ、そういったことは決まっておりませんし、今後ともないかと思います。まあ、そういう意味で今後の市政管理者さんの誘致によっては、追加されることも、まあ、あるのかなとは思います。では、まあ、その都度発表していただけるというような形になる、はい、そのつもりでおります。わかりました、はい、あとすみません、話が変わるんですが、知事が、今週末から、上海と香港に、行かれると思うんですが、はい、まあ、航空会社訪問っていうふうになっているはいると思うんですが、まあ、その目的とですね、まあ、どういうことをこうアピールしていきたいかっていうのをちょっと教えてきてください。はい、上海香港は今上海は新中国、香港は香港エクスプレスが就航しているところでありですね、今回の訪問は、まあ、主にこの両エアラインを訪問をしまして、今後のさらなる、まあ継続できれば、まあ、増便についてですね、お願いをしていきたいと思います。そして今後ですね、まあ、継続的にその搭乗率が、まあ、維持されるために、先方の方から香川県に対してどのような希望が、まあ、あるのか、そういったことについてもお聞きをしてですね、まあ、そのエアラインに乗るということだけではないんですけれども、これからもですね、香川県に多くの上海中心にした中国の方々、そして香港の方々がお見えになるために何をすべきかということをですね、そういった意見交換の中で探っていく、まあ、こういったことが目的で訪問していきたいと思います。それと、まあ、上海はもう一つですね、コンテナ船がの運営をしている会社、船会社がありますので、まあ、そちらも訪問をして、今後とも高松港の利用促進をですね、お願いをしたいというふうに考えております。はい、他にですけれども、どうぞ。NHK の山本です。今のちょっと、航空の話で続いてなんですけれども、8月に、ベトナムのハイフォン市を、訪問して、まあ、協定なども結ぶという考えであるということが先日の議会でお話がありましたけれども、その具体的な日程だったり人数とか訪問先など決まっていることがあれば伺いたいです。はいはい、今決まっておりますが、8月28日にハノイ工科大学に参りまして、この、香川県へのこう人材を、呼び込むという目的ですけれども、その工科大学と香川県庁、そして香川県外国人材受け入れ促進協議会、これは香川県内の経済団体が中心になって作っていただいている
協議会です。この協議会、そしてまあハノイ工科大学のこの3社でですね、今後特に香川県への技術者の派遣を進めていくための交流協定、これをですね締結をしたいと思っております。それからですね、もう一つは29日にハノイのそばにハイフォン市というところがございます。このハイフォン市と香川県は特に香川県議会が過去中心になって交流を続けてきたところですけれども、まあ、今回香川県とハイフォン市との間で、まあ、さらなる交流を拡大する目的で交流協定を締結をしたいというふうに思っております。まあ、現在決まっております予定はその2つであります。全体的な日程は調整が整い次第ですねお知らせしたいと思います。あと、まあ、今週後半福井県で全国知事会議が開催されますが、知事としてはこの中でどのようなことを一番訴えたいですか。はい、今回ですね、まあ、人口減少の中で、とにかく地方への人口の分散、こういったものを国策として進めるべきであるということをですね、事前のいろいろな知事の中の集まりの中で集約がされてきております。今回もそれが知事会の最大のテーマであるというふうに思います。そして私からもですね、その分散型の国土を築いていく上ではですね、やはり地方部の特に四国では新幹線の整備を進めていくこと、それから高速道路などのその整備、また香川県内は整備が進んでおりますけれども、まあ、四国3県まだ残っているところもあり、まあ、そういったものが整ってくるということが、香川県にとっての経済発展にもなりますので、まあ、分散型国土のためにはそういうインフラが不可欠であるという、まあ、そういう話をですね、私からもしっかりしていきたい、していきたいというふうに思います。ありがとうございます。あとごめんなさい、先ほど の県立アリーナの話に戻るんですけど、東京ガールズコレクション と、ライジンはもちろんその、まあ、1万人規模、その、まあ、メインアリーナを想定しているという理解でよろしいですか。はい、そのように予定しております。ありがとうございます。他にございませんか。あ、どうぞ。すいません、時事通信の高田です。ちょっとお話だいぶ変わるんですけれども、先日今年度 の最低賃金 の引き上げの引き上げの目安が過去最大の50円になることが、決まりました。その物価高の中で家計の助けになると思われますが、一方で中小企業にとっては人件費の負担が増加すると考えられます。また香川県は全国平均を下回っておりまして、先ほどもおっしゃっていた地方への都市部へ その若い世代の働き手といいますかの流出にもまあつながるとも考えられますが、まあ、今回の引き上げに関して期待ですとか知事のお考えをお聞かせください。はい、賃上げについてはですね、長いこれからの発展、経済発展のためには現時点において大切な項目になってきているというふうに、重要な事項であるというふうに思います。この春の、まあ、春闘もこれまでにない上げ幅になり、これをですね継続していくことが必要だというふうに考えております。まあ、そういう流れの中で、最低賃金のことについてもですね、やはり同様の引き上げがされることが、まあ必要
ではないかなというふうに思います。まあ、中小企業の経営が継続する、これは大事なことで、中小企業の経営が継続できないようであれば、いくらそういう最低賃金が上がっても、その県民の経済的な問題は良くならないわけですので、まあ、それはもちろん大切なことですけれども、まあ、その上でもやはり最低賃金、そして全体の賃上げ、これはもう今の経済を継続して発展させる意味で、まあ、一番最上位にある重要事項だというふうに考えております。はい、他にございませんか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事の定例会見を終了します。どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。